タマ、お前またそこにいたの？よく来たね。暑かっただろう。チビ、庭にいる？あれ？おばあちゃん、こいつどうしたの？何のことだい？もう一匹の方だよ。ああ、こないだ生まれた子猫だよ。うん、かわいいね。そうかい、そりゃ災難だったね。猫はね、水に濡れるのが苦手なんだよ。
じゃあお風呂に入んないの？そら、よく猫が体をペロペロ舐めてんの見たことあるだろう。あれがお風呂の代わりなんだよ。ふーん、そうか。ごめんね。かわいがっておくれ。うちの方にもいらしてください。涼しくなったらお邪魔しますよ。発車往来。いい？たけし、ちゃんと自分で餌やトイレの世話をしてあげるのよ。おばあちゃんが教えてくれたこと覚えてる？うん。ねえ、お母さん、こいつの名前どうしようか。そうね、タマっていうのはどう？タマ？そうだね、それがいいや。おい、タマ。おばあちゃん、この間はありがとう。猫の名前、タマにしました。帰りのバスでお母さんと決めました。タマは帰りは静かだったけど、でも家に着いてから急に走り出して自動車にぶつかりそうになりました。危なかった。僕が名前をつけたおばあちゃん家のチビは、隣の豆腐屋さんのポチより運動神経がいいみたいでした。それからタマとポチは初めて会った時から仲良しになり、毎日元気に遊んでいます。今度見に来てください、たけし。
ランクか。アゲに似てると思ってあそこから見てたけど、やっぱりお前たちか。ずいぶん遠くまで遊びに来るんだな。おい、亀さん、どうしたんで。おお、ちょっと知り合いに会ったもんでな。今日は先に上がるわ。さあ、帰ろう帰ろう。
し、着いたぞ。あかな。さんがタマとポチを海で見つけたと聞いてみんなびっくりしました。本当かどうか疑う人もいましたが、あの夜タマは本当に海の匂いがしたんです。